テロップ出たと思ったら出んかった。あ、出てる、あれ出てる、ん出てるか、出てた。おはよう、おはよう、画角が定まらん。おはよう、作ります。おはよう、おはよう、朝ごはん作ります。おはよう、おはよう。12時10分に予約ってなった？うん、合ってるよ。12時10分、合ってる合ってる。変だった？なんか合ってない。テープ出てる、出てるよね、よかった。かわいいね、ありがとう。ということで目玉焼き作っていきます。目玉焼きさ、あ、まあいいや、ちょっと火をつけていきます。よいしょ。おはよう、おはよう。油、油を敷いていきます。おはよう、おはよう、おはようございます。おはよう。もうちょっと敷いた方がいいか。あ、まあでもちょうどいいか。おはよう、おはよう。そう、顔起きたやろ。起きたんだよ、起きたんですよ、こう見えて。おはよう。そう、カレーの料理配信ということで今油を敷き詰めました。エプロン、エプロンない、これがエプロン適当すぎる。フォローありがとう。手元を取る、むずい、多分事故る。おはよう、おはよう。今日は卵とウインナーを使っていきます。おはよう、おはよう。あまり引きすぎて跳ねる、確かに。待って、恐ろしい量のウインナーある。まあいっか。おはよう、おはよう。先にウインナーを焼いとこう。おはよう、おはよう。図工ではないですよ、料理です。図工やばい、違うよ。おはよう、おはよう。これ菜箸、なんか STF っぽくない？おはよう。お、熱中症アラート出てる、やばい、気をつけてください。おはよう。ミヤポンの次にも、あ、わし死ぬほど小食でございます。私はお寿司も頑張って5皿、ミューポンは30皿らしいけど。アドバイ、え、これわかんない、これなんだ。ウインナーとしか書いてない今日のウインナーや。おはよう。でもアルトバイエルにめっちゃハマってた時期あった。あとなんだっけ、コウ君と、なんだっけあれ、シャウエッセンか。おはよう、おはよう。完全に寝てると思ってた、油断してた、起きてるよ。なんならめっちゃ目覚めた。これ食べたらダンスして、ダンスしようって思う。でも眠いから寝たいけど、ダンスもしなきゃ。ミューポンはポテト L2 個多い、やばい、めっちゃ食べて、おお、やばい音する。もうちょっと火が、ミューポンめっちゃ食べてるな。え、なんかさ、やばい、なんか叫んでる、怖い。ねえ、みんな足が喋ってくる、話しかけてくる。おお、びっくりしたな。商品名ウィンナー、うん、ウィンナー。お金払うのが5皿、残りあれ、うん、それも炎上するのよ。炎上なのよな。みんながめっちゃ喋りかけてくる。やばい、みんなが喋ってる。あ、切れ目、確かに切れ目入れたらよかったんか。爆発する、え、それの爆発しそうなんだけど、普通にほら喋ってる、めっちゃ喋ってる。なるほど。おはよう。うざくてごめん、全然朝の配信見るの初めてでしょ。ちょ、今ウインナーと会話してる。
おはよう。え、みんな爆発する。ねえ、やばい。お仕事行ってくる？お、頑張ってください。メロンパンさん、ハートありがとう。おう。よう、いちご。よう。いちごです。ちょっと待って。爆発しそうガチで。油多かったのかな？怖い。あ、でも、ちょっと割れとるな、もう。これが割れとらんぐらいで。怖いですね。君半熟派。え、本当半熟派だけど、できなさそう。おお、びっくりした。何？あ、15位だって。ありがとう。やった。15位ということで。ありがとう。ハートありがとう。モノピーさん、真珠ありがとう。ウィンナーさん、苦しんでる。やばい。絶叫。ハートありがとう。おお、切れ目入れないの敗訴だった。メロンパンさん、ハートありがとう。ラビュー。ハート、ありがとう。かわいい。センキュー。おはよう。割っていきます。怖いな。ちょ、ウィンナーさんがさっき騒いでるんですよね。落ち着いてもらえますか？落ち着けますか？落ち着けますか？あー、なるほど。卵割ってきますね。あれ？あれ？おいしょ。いけ。おお。ちょっと黄身ずれたけど、まあまあ。あ、だるまや。メロンパンさん、だるま、ありがとう。いちごよ、おめでとう。ありがとう。ハート、ハートじゃないや。だるま、ありがとう。おとなしくなった。火をね、弱めちゃった、結構。ウィンナーに話しかけるよ。幸福な、え、わかんない。これ、なんか、ウィンナー。なんか、ウィンナー。それしか言わない。待って。なんで書いてある、これ。レジェンヌウィンナー、なんか特にこだわらないで買っちゃった。だるま100個ありがとう。おはよう。おはよう。ウィンナーが成長した。あ、大人になったということで。みんな宿泊ね。むずいよね、料理配信は。ちょっと怖いよ。パカパカしてる。わあ。あ、でもいいのでは。おー、ちょっとね、ウィンナーさんがね、怖いですね。うわー、おー、怖いよ。落ち着いて。落ち着ける。さっきは料理配信してた。あーね、確かに。昆布焼いてないよ。昆布じゃないよ。完成した料理は見せるよ。目玉焼き、ウインナーと目玉焼きを焼いています。元気だね。元気でしょう。さっきまで眠かったんだけど目が覚めました。これさ、蓋してさ、水、あー、あー、卵が溶け出しました。もうこの世の終わりです。ありがとうございました。配送いたしました。蓋したらいい。おかえりなさい。気をつけて。やばい。黄身が垂れ出しました。もうこれはもう終わりですね。終わりでございます。最悪ねえ。ちゃんとしねえ。最悪。もうショック。黄身が溶けた。黄身が割れた。めっちゃ流れ出てる。ショック。反抗期なんかな。固まる。固まるよね。はい、そう、はい、そうだよ。本当は半熟が良かったけど、これはもう無理ですね。気まずいの。気まずい。今ね、気まずい状況。フライドエッグ。いや、フライドエッグ。おお、もうダメだこれ。失敗。裏返すの。いや、確かに。え、これさ、見せられるかな。見せられないな。ちょっとむずいわ。おはよう。おはよう。おーおーおーおお、怖い。怖いよ。
おーおーおーおお、暴れてますね。ちょっとダメだわ、もうダメだ、溶け出した君。そうだよ、食べるところはあんまり見せたくない。外カメ、確かにポンポンしてる。食べればいいっすよ。確かにポトフ食べた、食べたよー。おー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 、おはようございます。おはよう。あーちょっと怖い。ナイス、おーセンキュー。めっちゃ耳に髪が入った。おはよう、おはよう。ホットケーキね、ありよ。ホットケーキミックス買ったんよな、この前。おはようございます、はじめまして、はじめまして。 ST48 3期研究生の北沢いちごと言います。はじめまして、おはようございます。今は目玉焼きを作っている。おはよう。ちょっとお皿に移します。おお怖い、お皿に移してるな。うおはよう、おはよう、おはよう、みんな。まあ大丈夫でしょう、食べられないことはないと思います。まあ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 、こんなもんでしょう。ちょっと待って、まあまあまあ、オッケー、じゃーん。おはよう。オムレツ、確かに目玉、そう、水入れて蒸すっていうのは分かってるんですけど、ちょっともうできませんでした。はじめ名前見た時、あ、いちごちゃん見た時、本名、本名ですよ。生まれてこの方、これで生活し中って感じです。おはよう、おはよう。さっきぶり、ああ怖い。できました、目玉焼き。ちょっと見えないな、いけとる。ゆり配信してるしとるよ。え、いい感じじゃない、意外と、意外といけた、いけました。ちゃんと料理になってる。そうでしょう。写真撮っとこう。ちょっと待ってね、これで撮っとこうか。モバメ用の写真を撮りたいけどさ、スマホで配信しとっとるから、ちょっとタブレットで撮るわ。あ、お米食べる、美味しそう。そうだよ、イケメン、やったね。食べたい、食べたい。味の保証はないよ。待って、あの塩コショウとかかければよかった。炒める、炒めるじゃねえ、焼くときに。待って、これさ、どういう写真撮ったらいいと思う。近っ、もうこれでいい。あ、間違えた。待って、モバメの人気まずいよね。気まずい写真送ります、後で。よいしょ、ただいま、飯捨てろ。そうだよ、おしゃれな朝食。5時間と初見、おは、受験です。はじめまして、 ST48 3期研究生の田沢いちごと言います。今は目玉焼きを作ったよっていうのをやってました。おはよう、おはよう。あ、遅刻極楽丸さん、 GG ありがとう、グッドグッド。じゃあグッドグッドじゃないんだよね。おはよう、おはよう。もまめ、もまめで送ります。むくみ対策、シンプル忘れとった、味付け。まあ醤油かけるからいいかって感じ、いいと思う。これ作りました。あ、え、なんかそうさ、滑りがえぐい。食べましょう。待って、お米をさ、チンするわ。こっちでいい。私はもう、実はちゃんと生活感にあふれた人間なので、生活感あふれ人間なので、お米を冷凍してます。なのでチンします。マスカラかわいい、ありがとう。イケメン枠いなかったので、 C
新鮮イケメン枠来ました。あ、ソース派、あ、醤油派なんよな。おはよう、おはよう。ちょっと温めます。私は実は生活感にあふれた人間ということで、いっぱい冷凍してる。おはよう、おはよう。目玉焼き醤油はよう。お米も食べるよ。いつもは食べないけどね。ちょっと張り切ってるよね、イベントだからって。あ、ソース派？そうなんや。うちはね、ファザーが塩コショウ派で、他はみんな醤油派かも。あずみんさんおすすめのポン酢。あずみんさんポン酢なの？そうなの？目玉焼きいちご嫌だよ、その絶対美味しくないやん。あずみんさんポン酢か。でもポン酢はまあ美味しそうだよな。ちょっと醤油垂らしとこう。うんね、塩コショウ。いちごみん、やばい、あずみんさんと混ざっとる。おはよう、おはよう。やっほー、ちょっと待ってね。塩コショウ適量。オッケー。眠っ、急にめっちゃ眠くなった今。あ、なったわ。山口県でサインなし。あ、サインなしの時期ありがとう。ナイス、サインなかったか。それとコショウ。でもポン酢、イカレ取るわ。ちょっと気まずいと言い過ぎかも。ポン酢も美味しいんだよきっと。あずみんさんからしたら電車を食べたの。あ、星投げありがとう。お仕事中に。より配信イベント感それな、やらんもんな絶対星投げ。まあ、何からし、からしなんていう選択肢があったの。そんな、あーでももうちょっとだ。あ、はじめましてや、認証ありがとう。はじめまして、シティポテトさんキシンって言ってるの北川いちごと言います。いちごジャム派。目玉焼きに、それはびっくりだよ、それはびっくりだよ。リンゴジャム目玉焼きに、もうみんなイカレとるわ。目玉焼きにジャムつける人だったの、みんなびっくりしてるよ。お腹すいた。あ、フォローありがとう。フォローありがとう。イベントメンバー張り切って、いろんなことして食べすぎる。いいね、最高じゃないか。トーストの上でも、絶対美味しいよね。でもトーストをトースト焼くのないよな。胡椒派。あ、フォローありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そのイベントの目標は熱フォローもね増やしたいですね。だから嬉しいです、ありがとう。あ、やばい、よいしょ、抜けました。熱すぎてびっくりしてる。8時半に出ない。あ、そうなの。目玉焼きで梅干し本当。次の日から食べるの控えること。え、私は逆に増量したいのでいいかも。ご飯と目玉焼きのせた醤油。リア充に振る舞う。リア充、おはよう、おはよう。マヨネーズか、マヨネーズの人もいるよね、なんか見たことある。ちょっと待って、ちょっと移動するわ。よくらせ、ちょっと待って。こっちの部屋の電気のやつどこやったっけ。あ、あれ、やばい、言い忘れた。トーストフライパンとホットプレート、確かに。ケチャップ、まあケチャップの人もおるか。ちょっと待ってね、ちょっと一瞬暗闇入ります。よいしょ。夜よ僕を詩人にするな。あー、大変大変、熱っ。
待って、今ね、あの恐ろしい事態が起きた。ちょっとパニックって感じですね。エンジン感触よくミューポン、やばい。ちょっともうちょっと待って、ちょっと今事件が発生したから。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。ちょっと待って、今ね事件発生中なの。待ってね、何分今、51分、時間も相当ダメ。ケチャップこぼしてはないんですよ、テーブルで食べるよ。待って、ここで待って、待って、待って、汗です、焦ってます。ちょっと一瞬顔写しとこう。待って、リキームさん、レンボスターありがとう、ありがとう。事故、まあまあまあ違うんですよ。ちょっと待って、いや、あの大丈夫、ご飯は落としてない、落としてないんだけど、この画面固定してるやつがちょっと落としちゃった。サンビュール、こぼしてはないんですよ、はい、食べ物は全然こぼしてないよ。ちょっと待って、このさコンセント、キャラメルと醤油最悪。おはよう、おはよう。こぼしてませんよ、だからこぼしてないって、ほらもう証拠に見せられるぐらいだわ。ちょっと待って、待って、これがさ、なんかダメだ、もうあの配信の固定するやつが固定されない事件だろうさ、最近多発しててさ、もうさ、これダメかもしれないわ。新しいの買おうかな、もうこれはダメです、お、これはもうダメです。あ、眩しい。53分、やばいやばいやばい。おはよう、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 おはよう。キャラメルは気をつけてね。キャラメルフラペチーノをこぼしたの、昨日。部屋がキャラメルフラペチーノ臭に包まれた女って感じで。ねえ待って、固定されない、固定するためにあるのよ、なのに固定されないだなんてどういうつもりって感じ。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、よいしょ、ただいま。消耗品、あーね、確かに。はじめまして、はじめまして、 ST48 3期研究生の北沢いちごと言います。イベント参加中で、イベントの目標は一人でも多くの人に知ってもらうことなので、ぜひ覚えてください。手持ち、全然手持ちは嫌だ、あんまり好きじゃない。買い替える、買い替えようかな。半年後の10月1日、青じゃフロアス、あ、本当そうなの、じゃあ増えてると嬉しい。おかえり、ただいま、ありがとう、素晴らしい資料。困ったらガムテ、確かに。ちょっと待って、もう時間がないんです。58分になったら、あれよ、あれを読むね、ランキングじゃん。じゃあ醤油かけちゃったけど、食べます、いただきます。うん、おいしい、おいしいです。こ、なんか明るすぎるわ。うん、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 はじめまして、ありがとう、おいしい。ニキュピさん、うま、ありがとう、うま、え、見た目もいいやろ。何食べたか分からん、あ、ウィンナー食べました。そう、商品名ウィンナーのやつも食べた。うん、ふん、ちょっと水飲みたいかも、待ってね、用意しておいたはずなのに、どこに置いたの、あ、こっちか、うん、こっちに置いてよ。ただいま、そう、ウィンナー、レジェンドウィンナー、そう、水10リットル 1.5 リットル飲んでるよ、でもあんまり変わらん。おはよう、おはよう、
はよう。馬です。メールで大黒。冬も 1.5？ でも 1.5 を最近はずっと飲み干してる感じ。意外となくなるよすぐ。だから500缶だったらでっかいの買おうと思って買ってる。目玉焼きも食べよう。この目玉焼きの方もいくわ。いただきます。うん、うん、普通に目玉焼きって感じ。あ、お米がアコホゴヨかも。うん、毎朝料理配信ちょっとしんどいかも。うん、運転の買った方がいいよ。お水、おはよう、おはよう。やつ勉強しとった。うん、なんか偉いね。いちご、おはよう、おはよう。エビチリの味せんよ。目玉焼きの味がするよ。だって目玉焼きだもん。パクランは。パクランは。おはいちご、おはいちご。眠いね。ちょっと明日ご飯食べたら、寝るか練習するか迷うけど、どうしよう。寝ようかな。あ、時間か。ありがとう。ランキング読む。おやすみ、おやすみ。15位から読みます。15位がロコロコさん、14位がドクター K さん、13位が栗林純一郎だよさん、12位がレディースガガさん、11位がゼロタピーちゃん、10位が M さん、9位がリンゴさん、8位がクマさん、7位がメロンパンさん、6位がオニスさん、5位がイケピスさん、4位がナリちゃん、3位がルディエカさん、2位がダイダイさん、1位がリキーヌさん。ありがとう、ありがとうございます。二度寝したいよ。めっちゃ眠いもん今。目玉焼きの味の説明は難しい。醤油の味がしますって感じ。50カントありがとう、ありがとう、ありがとう。おはよう、おはよう。お疲れ。次はお昼ということで寝坊しそう。寝坊しないように気をつけます。そうだよね、お昼あるからあんま寝れんな。確かに。やばい、卵が喜んでる。ありがとう、こちらこそ。おはよう。フォローありがとう。おやすみなさい。おやすみ、あ、間違えた。おやすみって言っちゃった。普通にわからないよ。13分仮眠してた、どういうこと。ゆいな、どういう状況。おやすみ、おやすみ。昼間終わる前に起きる。またお昼にお会いいたしましょう、ぜひとも。あ、メールに写真も送るね。目玉焼きの写真メールに送りますので、ぜひ見てください。またね。朝からお疲れ様で、長いです、頑張って時間と見、お、ありがとう。ぜひ時間ある日に見に来てください。あ、仮眠してた13分で過ごしたってことか。またお昼に皆様お仕事とか頑張ってください。投げ切った、仕事行ってくる。お、ありがとう、頑張って。暗闇、僕を詩人にするな。でも8時1分までのような、ちょっと気まずいんだけど。おやすみ、おやすみ。9時、どういうこと。メール送るよ。メール送りますので、ぜひメールもチェックお願いします。ということで、あと30秒。じゃあね、バイバイ。みんな頑張ってください、お仕事。またお昼にお会いいたしましょうということで、バイバイ。じゃあね、気まずいね、こう地味に気まずいんだよ。バイバイ。バイバイ。